西洋風町草タレナやハッセルリアナは風町草科の植物の一つ。蝶がマウス型にも似た、美しい花を咲かせる草本で観賞用に栽培され、また日本でも異質期化している。図版一年生の草本で茎はまっすぐに立ち上がる。茎はまばらに分子して高さ80から1 0 0トルに達する。茎や傭兵には一面に専門がある。葉は 長い柄があり、養芯は5から7個の小葉からなる手のひら状服用。商用には柄がなく、長大円状筆芯型で長さ10センチメートルほどで円は滑らか。また、傭兵の基部に卓葉が棘状になったものが出る。花器は夏で茎の先端部分に創上果汁をつける。花形の基部には単葉の包葉がある。学編は線形で4個。 花弁は4枚で、広がった部分はトーラン型で、その基部に柄のような細くなった部分がある。花弁の色は桃色か白で、下から順々に咲く。お寿司部も4本で、これが長く突き出るのでその花の様子は、蝶のマウス型を連想させる。開花するのは夕方で、個々の花は2日でしおれる。果実が熟するまでに脂肪の柄が伸び、 花時に4センチメートルだったものが6センチメートルに達する。果実は、果実の柄はその大半が脂肪の柄であり、花の柄との境界部に額や花弁が枯れて残る。それらを合わせて1 0トルにもなる。柄の先に細長い果てがつき、果実そのものの長さも5から7センチメートルに達し、その姿は独特である。果実は、熟すと花碑が2つに避け、 種子を飛散させる。学名の種称名は人名に由来する。和名の別名にはクレオメ層がある。また、園芸方面ではクレオメも使われ、これらはいずれも下に述べるように長くこの種が属している。ものと扱われていた属の名に基づく。英名はスパイダーフラワーである。本種は長くクレオメという属に含めて C8 セルリアナの名で呼ばれてきた。 この属の植物は約250種あり、そのうちの100種以上は熱帯アメリカ産で65種以上がアフリカから西アジアに産する。日本近辺に自生するものはない。日本には本種の他にアフリカ風調草ーラタイデスパーマやヒメ風調草ービスコザが幾種として発見されているが、いずれも本種よりずっと花の小さいものである。また、 本種の学名は古くは C スピーノーザが用いられてきたが、これは中央アメリカ産の別種であるよし。しかし近年のこの群の系統分類の成果から属を分け、上記の学名とする説が出された。この記事ではユーリストに従い、この学名を取った。原産地は熱帯アメリカでメキシコからペルーにかけてである。世界中で広く栽培され、 各地の熱帯域で帰化している。日本に入ったのは明治の初期1870年代とされ、現在では本州以南で帰化し、露房や河川敷に野生化した姿で見られる。観賞用に花壇で栽培される。日本では夏から秋まで長い期間にわたって開花して楽しめる。移植を嫌い、直巻きで育てる。放置してもこぼれ種で翌年も出てくるという。 ただし水揚げは悪く、切り花には向かない。改良品種として、ピンククイーンピンククイーンという品種が開花初日は、ピンクで二日目には白くなり、したがって花水がピンクと白の二段色分けになる。日本には大正初期にトライしたものである。以下、種として、園芸植物大図鑑、P769、掘った他編、P289 清水編、P80 清水ほか、 P84 四清水ホカ、P84 引用は、園芸植物大図鑑、P769、彫ったほか編、P289 九清水編、P80 清水編、P80 ホーク、P169 九清水ほか、P84、彫ったほか編、P289 ホーク、P169 から170清水編、P80 イタスエトル、ホーク、 P169 園芸植物大図館、P768 清水編、P80 掘ったほか編、P289 本田ほか、P76 ありがとうございます。